はい、本日ですね、こちら買ってよかったものをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、お久しぶりでございます。ずっと買ってよかったものやってこうへんかったんやけども、まあ一応ね、購入はいろいろ毎月してましたよ。いろいろ買ってたんやけども、まあ何って特になかったんで、まあしばらく経ってから3、4ヶ月ぐらいも多分やってないと思うんですけど、久々にこの買ってよかったものシリーズをねやっていきたいなと思います。ではですね、早速いきたいなと思います。第3位っていうのは何かというとですね、こちらのウールリッチのジャケットになっております。まあインナーダウンみたいな感じなんですけどね、ちょっと最近やっぱ肌寒いじゃないですか。でそういう時とかにね、ちょうどいい感じなんですけど、まあその機能性がいい云々っていうよりかも、これに関しては完全に見た目、僕普段あんまり見た目で選ぶことないんですけど、これに関してはね、ちょっとあの伝説のあの木村拓哉さんをね彷彿させるような感じだから、ちょっとこれまで入れさせてくださいよ、よろしくお願いしますよということでね、入れさせていただきました。でありがたいことにですね、僕普段インナー白のロンティーか黒のロンティー着てるんやけど、もうこれがね、もう完売しちゃってね、今日はもうグレー、あのノースフェイスのね、パープルレベルのグレー着てるんやけど、ほんまその白と黒のやつ着たんやけども、もうないんでね、ちょっと今日はね着ておりません。ただその白と黒のやつ完売したじゃないですか、話変わるんやけどね、それちょっともうワンランク上の生地仕入れてできるかもしれません。ちょっとまた別の会社なんやけどね、やり出すかもしれないんで、今ちょっとそれのいろいろ打ち合わせしたりとかしておりますので、また楽しみにしててください。ということで、まあそれはちょっといいんやけども、まあこんな感じ、これインナーダウン入ってあるので、まあ、ほんまに今時期にちょうどいいですよね。でまあ暖かいし、でスリムやしね、運転とかも全然できますので問題ないかと思うし、あとタバコとか吸い張る方もこれウールやから、じゃあ普通のナイロンより強い、なのでヒノコ気になんねんなとか、キャンプの時と気になんねんなっていう方は、意外とこれクラシックやから火とかあかんのちゃうかなと思ったら、最新のやつの方がむしろ逆にダメなんですよ。これクラシックのやつはね、意外といけるってことなんで、これまあ良かったんじゃないかなとは思ってます。 YouTube やってへんかったら多分買ってへんかったけども、やってて良かったなって。これはね、たまにこういう買い物ってあるんですよ。大体8割ぐらいはね、あそんなにやなっていうことが多いんやけども、こういう2割1割でね、うわやっぱりこれなかなかいいなって、ただしこう YouTube じゃないとこの5万のインナーダウンパッと買おうかと思わへんので、仕事からねこういうの買わせていただいて良かったなと思いますっていうのが第3位で、次第2位いきたいなと思うのが、第2位っていうのがね、ちょっとアイテムじゃないんやけど、こちらこの辺りの高級ダウンジャケットで、今まで僕アウトドアブランドのダウンジャケットとか持ってて、15万とか10万円ぐらいのは持ってたんですけど、今回ね今年になって初めてこういうハイブランドといいますか、まあ大体20万円近くするようなダウンジャケット買ったんやけど、もう全く違う。何がちゃうのっていうと、まあ、例えばなんですけど、パッと見た感じってどっちの方が暖かいですかって言われたら、多分このノースフェイスかけるシュプリームの方が綿いっぱい入ってて暖かそうに見えるじゃないですか。だけどはっきり言うて、保温力だけで言ったら全然こっちの上です。モンクレールとかの上です。でなんでかっていうと、持ったら分かるんですけど結構重いんですね。でこれ700フィルパワーって言って、そこそこいい綿使ってんのにやっぱり重たいってことは、そんだけ綿詰め込まんと保温力ないんやけど、こっちめちゃくちゃ軽いんですよ。でめっちゃ軽くて、おそらく800フィルパワーぐらいなんで、もちろんあの中のダウンがこっちの方がいいのはそうなんやけども、それ以上に裁断のカッティングとかサイズ感っていうのがもうぴったりなるようになってるんですよ。だから余計な隙間がない。ちょっと一回着てみましょう。こんな感じでパッて着た時に、やっぱり綿の質も違うし裁断も違うから、普通ってダウンってパッて着てもすぐは寒いじゃないですか。やけどこういう高級ダウンってね、余計なデッドスペースがないからすぐに密着するようになってるので、着た瞬間からもう5秒もしたらあったかなってくるんですよ。それがやっぱり安いやつと高いやつの決定的な違いなと思ったんですけども、まあ、それも買ってみて分かったんでね、今まではもちろん理屈では分かってますよ。はいはいはい、800フィルパワー、900フィルパワー、はいはい、コーティングされてんねんな、理屈では分かってるんやけども、理屈じゃなくて実際着てみた時のこのパターン、要は形とか、あと体にこう沿いやすいようになってるとかね、そういうところまで、あ計算されてんねんなっていうのをね、今回買ってみて改めて感じました。まあなのでね、これはね、洋服を好きな方やったらっていうことなんですけど、洋服を好きな方やったら一回は味わってもいいと思います。死ぬまでに一回は高級なダウンジャケットって持ってみたら、あなるほどなるほど、こんな感じなんやと。ただただね、このブランドネーム見せれてるだけじゃなくてね、こんなもん別にあったってなくてどっちでもいいんやけども、そんなことよりもこう全てにおいて計算されてるっていうのが、あなるほどなと、あこういうことなんやなっていうのを実際持ってみたら分かったんでね、まあその辺は一つ経験になったんで良かったかなと思います。まあこれを今後着ていくかどうかっていうのは一回別にしますし、あと僕がこのブランドとか好きかっていうのは一回置いとくんですけども、まあそれ以上に車でいうところのね、あ高級車に乗ってるなっていうようなね感じをね、まあ、体感できたんで、まあ洋服を好きな方やったらダウンは持ってはると思うので、まあそういう方やったらまあ一個ちょっと上げてね、頑張って買うっていうのもありかなと思ったんで、今回は買って良かったなっていうことでご紹介してます。で次がね、第1位に行きたいんですけど、第1位行く前にね、ちょっと備品でね持ってよかったなっていうものがあって、それ何かっていうとね、僕めちゃくちゃ物なくすんですよ。財布もこの間なくしたばっかりですし、そこにクレジットカードとか1万円とか入ってたけども、あなくなったわって言ってね、また新しいの用意しますって言って免許証行ってやったんやけども、それが次は起きないようにっていうことで、アップルのエアタグというの
のを購入しました。でこの AirTag に関してはですね、4個入りを購入して、まず1個目は財布で、次は家の鍵、そして次はバイクの鍵、そんな感じでありとあらゆるところに入れてますっていうぐらい物をなくすんですよ。で AirTag にすると何かっていうとね、スマホで今どこにそれがあるかっていうのを確認できるんですよ、 GPS でね。あ、めっちゃええやんってことで購入してやってます。ただ僕 GPS やっても、この間ね AirPods 耳につけてるやつも、これも GPS が上がってね、よっしゃここにあるんやと思って、この部屋にあったんやけども、どこにあるかわからない。ジャケット100何着ぐらいあるから、どのポケットに入ってるかわからなくて探しきられへんっていうことがあってね、 Apple の GPS を上回るぐらいの忘れ物の激しさっていうのが一回あったりはしたんですけども、まあ、そういうことで、AirTag をね最近導入してて、まあ、これは良かったなと思います。特に僕飲んだ次の日とかね、財布どこに置いてるか忘れること非常に多いんですよ。だから、あ、やばい、居酒屋忘れたと思ったりする時もあるんだけども、これパッて AirTag って確認したらね、あ、ホテルの中あるやん、こん中どっかあるやんって思ってね、ちょっと安心したりしますので、これ良かったなっていうのが一つで、二つ目っていうのがこちらのね、持ち歩きのホルダーになってます。でこれは何なんかっていうと、僕毎朝アイスコーヒー飲むじゃないですか。でそのアイスコーヒー飲む時にね、こう手とか持ってたりしたら冷たいでしょ、もうそろそろ寒くなってくるから、こういう風にかけてあげるとね、なんと便利なこと、こういう風にしてこう手持ちができる状態になるんですよ。でこれ何がいいかっていうと、自転車とかにもかけるんですよ。自転車のこのハンドルのところにピュッてかけたりもできるし、あともちろんこうやって持つこともできるので、このホルダーなんとですね、確か600円ぐらいで購入できます。これも僕、なくしております。去年かなんかにも説明したことあるんやけど、黒を持ってて黒なくしました。で黒ってカバンの中に入るともう真っ暗で何か見えへんから、白にしたらなくさへんやろということで、一応白2つ買ってます。予備用に1個置いてるんやけどもね、まあこれもまだなくなるという想定で、さすがにこれにAirTagはつけれませんので、まあこれはもうなくなったらしゃあないと思って使ってるんですけど、これが2つ目で、3つ目が何かというと、こちらのマイクでございます。これに関してはセカンドチャンネルで使ってるやつなんやけども、もともとこっちのマイク、これで2万円ぐらいのやつ使ってたんですけども、もうちょっといいやつにしたいなっていうことで、これ3万5000円とか4万円ぐらいしたんかな。シュアっていうところのね、このブランド自体有名で、マイケル・ジャクソンとかのなんか音取ってるんかな、ちょっとわからないけど、そのモデルではないんやけど、その、ブランドのやつ使ってます。でほんまはメインチャンネルもこのピンマイクじゃなくて、こっちとかそういう上に今ついてる紙マイクってやつついてるんやけども、それで撮りたいんですよ。このコード邪魔なんやけども、なんで顔これピンマイクつけてるかっていうと、僕こうやって服喋るときにこうやってね、これ触りながら喋るときあるでしょ、ってなったらそこにマイクあったら全く音入らないんですよ。だからこう動きながらでも撮れるってなったら、もうピンマイクしかないんですよ。でピンマイクの中でもいろいろ調べたんですけど、今使ってるこのタスカムってやつが一番いいから、これをねずっと使ってるんですけども、またもしいいピンマイクがあったら教えてください。僕金に糸目はつけませんので、マイクとか仕事関係に関してはどんどん惜しみなく使ってますので、またそれもあったら教えてくださいということで、まあ、この3つがね良かったかなと思います。で最後ね、洋服で買って良かったなってものが第1位なんですけど、それがこちらのマウンテンジャケットになっております。もう何が良かったってね、僕の周りでも評判良かったっていうのも、全然連絡取ってへんかったやつから、もう5年ぶりぐらいにタックン久しぶりって LINE 来たんですね。何の話なんかなと思ってね、なんかどうせうさんくさい話とかでも勧誘してくのかなと思ったらね、このジャケットって冬着れるとか言って、そんなもん白かよって、お前動画見てこいって言ったんですけどもね、そんなことで僕の友達から見てもね、あ、このジャケットいいなと思ったらしいんですけども、その友達なんとアパレルやっております。でアパレルやってるからね、その冬着れんのって言ってきたから、まあまあ150デニールやから、まあ着れるっちゃ着れるんちゃうみたいな、インナーしだやろって言ったら、デニールって何って言ってたんですけどね、お前服屋やっててそんなこと知らんのかいと思ったんですけども、僕のね中学時代一緒に野球行ってた同士ですね、唯一奈良県から2人で大阪まで2人で行ってましたけども、その同士のやつがねいます。でそいつから連絡来たっていう話はまあどうでもいいんですけど、やっぱりねそれぐらいこういろんな人が誰が見ても、あ、これかっこいいなとか、あ、これ良さそうやなって思うジャケットってね、やっぱりこのジャケットなんやなっていうのを改めて再確認しました。っていうのも僕からしたらもう当たり前すぎて、別にこのシルエットとかこの形ってなんとも思ってなかったけども、今までノーセス買ったことないよとか、これから買ってみたいよっていう人なんかはね、あ、やっぱいいもんなんやなっていうことで、僕基本的にはこの買ってよかったシリーズでノースエス出てることほぼないんですよ。っていうのもそれぐらい忖度なくやってるんで、ほんまにいいと思うものはランキング上げてくるけど、いいと思わへんものはランキング上げないんですね。ただやっぱりこのジャケットはほんまにいいなっていうふうに思うので、第1位として上げさせていただきました。でまあこのジャケットに関してはね、ちょっとまあ時期的にもって思う人いてるかもしれないけど、このジャケットに関してはもう時期とか関係ないから、もう真冬は真冬で、次スノーボードとかスキーとかで使えますし、ノースエスね、ボード用のやつもあるんやけども、わざわざボード用なんかプロじゃなかったら買わんでいい。もうたまになんかワンシーズンに1回しか家買えない人はもうマウンテンジャケットで十分やから。でまあ
行ってない僕が言うのもあれですけどもね、スキーとかスノボ全く行ってへん僕が言うのもあれなんやけども、まあ冬とかやったらそれで使えるし、今の秋とかやったらねパッて羽織るぐらいでちょうど良かったりするし、春は春でねちょうどまた日は出てるけど風が冷たいんですよ。そんな時なんかぴったりやから、だからもうめちゃくちゃ使えるんやけども、まあそういうところでもねやっぱり良かったんじゃないかなということで、まず第3位がこちらのチェックのインナーダウンで、第2位っていうのがやっぱり高級のダウンジャケット、そして第1位っていうのがこのマウンテンジャケット、ラオジャケットということで仕上がっておりましたということなんですが、よくね視聴者さんにね最近タクゾーさんめっちゃ買ってますよねと、こういったモンクレールとかタトラスとかで、もうこのウールリッチもそうやし、このマウンテンジャケットもそうやし、いっぱい買ってますよねって言われるんだけども、僕のモットーがあってですね、普段は気を抜いてるけどやるときやるっていうのが僕のモットーになってます。だから普段は60点ぐらいしか出さないから、もうずっとなんか適当な感じバーって60点ぐらい出しちゃって、やるって決めた時だけもう120点バーンともう突き進むということで、鳴らすと大したことないんですよ。平均取ると80点ぐらいしか取れてないんやけども、なんかすごい120点の時があったらね、こいつすごいやってるなっていう風に見えるでしょ。僕いつもそういう感覚でね、あの容量よくあのこなすタイプなんですけども、そういったことでこの時期はねいろいろ頑張っておりますが、鳴らすと大したことない。夏場とかもいっぱい買いたいけど、もう買うのないなーってことで買ってないから、鳴らしていくとそんな大したことないけども、この10月だけで見ると結構買い物したように見えるんですけどね。まああのまた来月もちょっとお店のとこで店内で撮影させてもらって、あの嫁と一緒に買い物動画もね撮るとこも来月も再来月もあったりするんでね、ちょっと今まで出てない動画なんですけど、出てない店舗で有名な店舗なんですけどもね、またそれも皆さん楽しみにしていただければなということで、本日はですね久々の今月買ってよかったアイテムということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。